小学4年生の春、マリアと一緒に住むことになった。新婚なのに兄貴はロケでいつも不在だ。ある日マリアは、もうモデルはやめると言い出した。それから毎日学校へ迎えに来た。一緒にバレエスタジオにもついてきた。大好きだけれど大嫌いだった。マリアと6年ぶりに会う。マリアだよね。ルカだよ。ルカだよ。マリア。覚えてない？ルカだよ。何？ルカだよ。ルカ。覚えてないの？マリア。会いたかった。でも会いたくなかった。ねえ、本当に僕のことわかんないの？え？あなた名前は？ルカだよ。大好きだけれど大嫌いだった。